皆さんこんばんは。今日もマツダスタジアムで行われました広島カープ対横浜 DeNA ベイスターズのクライマックスファーストステージ第2戦をお伝えするんですけれども、今日もやはり予想していたようにですね、ロースコアの僅差のゲームということになりました。まずこれをご覧いただきましょう。こういうような流れになりました。はい、まずカープが初回に1点先制ですね。そして6回にまた追加点取りましたけれども、7回に追いつかれた。そして8回裏にですね、今度はまた突き放す2点を取って、結局、カープが勝ったと、こういうようなゲームになるんですが、このゲームをですねちょっと詳しく、ご説明していこうと思います。今日の先発はですね、カープは森下、そして、DeNA の方はもうエースですね、今永、2人の投げ合いということなので、まあ、争点は入らないだろうな、先制点をどちらが取るのかな、そこが一番こう気になってたところだったんですがですね、まず森下、初回はですね3人で抑えました。その裏、今永、菊池、野間と2人を打ち取った後の3番西川、フルカウントからでしたね。甘く入った高めのまっすぐ、これをですね、西川がライトスタンドに先制ソロホームランですね。なんかこのホームランでまたカープが勢いをつけるなというような、そういうような印象を持ったホームランでしたね。そして、森下の方はですね2回3回、ヒットを打たれずにですねずっと抑えてはいくんですけれども、4回ここでですね、まず先頭打者の楠本にライト前のヒットを打たれます。そして、3番大谷はですね、ワンストライクからインハイ、これですね、まあアウトにはなるんですが、レフトライナーいい当たりされました。まあ、ずっと見てまして、まあこれは初回からなんですけれども、かなりキャッチャーが構えたところからずれ気味のボールが来るな、怖いな、そういう印象を持ちながら僕は見ておりました。ですから、どのタイミングで変えるのか、これがですね今日の一つポイントになるんじゃないのかなというふうに見ておりましたけれども、4回のここはですね、まずワンアウト一塁、そして4番の牧にもですね、レフトにこれも甘いまっすぐでしたね、ヒットを打たれて一二塁、そして、宮崎三振でしたけれども、そこで、スティールですね、ツーアウト二三塁、チャンスは作ったんですけれども、6番の大和、甘いまっすぐでしたけれども、センターフライで、この回は0点で、なんとかしのいだというね、まあ森下の場合は4回までゼロで抑える、ヒットも2本しか打たれてないという数字ではあるんですが、内容はですね、僕は決していいとは思わなかったですね、まあ不安定な中でなんとかゼロにしのいでると、そういうような内容だったと思います。でも、5回にですね、また三者凡退の回を作る、まあこれは、7、8、9、下位打線だったっていうのも一つはあると思いますけれども、そして6回もまだ続投ということになりましたね。この6回はですね、先頭の林に、ライトオーバーの二塁打を打たれて、そして、2番楠本に、バントをされてワンアウト三塁という状況になったところでですね、これ新井監督いいところで変えたなと思いましたね。これ続投させてたら多分この回はまあ追いつかれてはいたろうなと思うんですね。そこでですね、3番の太田のところで、2番手大道を持ってきた。これがまあ大道が素晴らしかったですね。ワンワンからまっすぐ、これで、高めのまっすぐで、セカンドフライ、そして、4番の牧、2球で追い込んだ後またアウトハイ、これもまっすぐですね。これで、ライトへの浅いフライで、まあ、6回この回もしのいだということになりましたね。カープの打線はですね、これ今永がですね3回以降本当に良かったんですね。それで3、4、5回この3イニングはですね完璧なピッチングをされます。その中で6回の裏を迎える。先頭はですね9番というところで代打末金を持ってきた。この末金がですねワンボールからの甘いチェンジアップちょっと浮きました。これをですね全くタイミングずらされずにレフトスタンドにホームラン、2対0としたわけですね。この末金のホームランも素晴らしかったなと思います。ボール自体はまあ甘めには来ましたけれども、全く泳がされずにチェンジアップをきっちりスイングできたっていうところに末金の素晴らしさっていうのを感じましたね。まあ、その後も菊池がヒット、野間がフォアボール、ここで、伊勢に変わるわけですよね。今永持ちこたえられずに、まあ、この回で変わるわけですけれども、3番西川に送りバントさせましたね。ワンアウト2、3塁という形を作って代打の松山を持っていく。これもね
思い切った作戦ですよ。4番の堂林に対して、代打の松山ですよね。松山インサイドのまっすぐ、まあちょっと詰まりながら悪い当たりではなかったんですが、ライトへの浅いフライで、サードランナーホームをつけずということでね、2アウト2、3塁。そしてここでもう左小園のところでエスコバーを持ってきたんですが、エスコバーは小園を3ボールになったところで申告敬遠満塁。そして秋山の高めのまっすぐ152キロ空振りの三振で、この回結局末金のホームランで1点を取っただけということになりましたね。2対0、まあ、このままもしかすると逃げ切るのかなというところだったんですが、そうはいきませんでした。7回の表、ここでですね、3番手の中崎ですね、中崎を持ってきたんですけれども、先頭の宮崎にレフト前のヒット、そして、大和にも甘い球が行きました。センター前のヒットでノーアウト1、2塁、これをですね、7番の山本が送って、2、3塁ですね。そして、もうここで、4番手のターリーを持ってきまして、そのターリーがですね、左対左だったんですが、関根にうまく三遊間を抜かれてまず1点。そして、代打の外、ここはですね、まあ、センターへの浅いフライ、秋山ならなんとかホームでアウトにするかなというようなぐらいの、距離だったんですけれども、かなりそれましたね。かなりそれて、結局2点目を献上したというような形になりましたね。7回の表が終わって2対2 DeNA が追いつきました。意地を見せましたね。そして、7回の裏から上茶谷が来て、7回の裏は三者凡退、本当に四つ相撲というような形になった8回だったんですけれども、8回は島内が出てきました。やっぱり今島内が一番こうなんか見てて安心感があるなというところだったんですけれども、先頭の楠本にフォアボールを与えましたね。まあ、大丈夫かな一瞬思いましたけれども、3番太田を空振りの三振、牧をインハイのまっすぐでショートフライ、そして宮崎にも高めのまっすぐでセカンドフライ、このあたりがね、やはりボールの勢い、波のピッチャーではないんだっていうのを感じさせる打ち取り方でしたね。そしてゲームを決めたのは8回の裏でした。ここでまず菊池、追い込まれたんですけれども、低めのスライダーをですね引っ掛けて、レフト前のヒット、先頭打者ですね。そして、2番の間の時にはバントのサインで行ったんですけれども、追い込まれたところからはもうフリーで打たすという形になったんですね。そして 2-2 まで持ってきた、5球目、外のスライダー、これをですね、ショート前にボテボテ、まあ野間の足でですね、結局内野安打を稼いだ、ノーアウト 1、2塁という形になりましたね。そして、3番の西川、次もう4番がもう矢野になっておりましたので、もしかするとここ強攻策で行くのかなっていうような気持ちで、見てたんですよね。それでもカープの作戦ではですね、これ西川に送りバントでした。これを、まあ、ピッチャー前にしたんですけれど、ピッチャーの上茶谷はですね、サードへフォースアウトですからアウトにできると思って、送球したんですが、これがもう完全なセーフ。改めてですね、セカンドランナーの菊池のスタート、これを見てたらですね、もうすごいスタートしておりました。これがカープの野球だな。もう本当に相手に隙を見せない、もうここ一番の時には思い切った走塁、これがね、この8回の裏に見ることができましたね。これで、結局、まあ、フィルダースチョイスということになってノーアウト満塁、ここで、矢野だったんですが、矢野のところどうするかなと思ったらですね、代打に田中がいましたね。田中が出てきてファーストストライク、インサイドへのスライダーですね、これをライトへタイムリーヒット、ここで3点目が入った勝ち越し点。ね、やっぱりノーアウト満塁っていうのは、ノーアウトで打席に入るバッターが打つか打たないか、これが非常に大きいわけですよね。ここで、点が入ったらもう気が楽なんですね。小園は三振で、ワンアウト取られましたけれども、6番の秋山、3-1 から高めのまっすぐをレフト方向に犠牲フライですね。これで4点目が入った、4対2となって、9回の表は栗林がきっちり締めて、カープが2連勝でこのクライマックスファーストステージを終えたということになりました。まあね、これ本当にカープの緻密な野球、こういうものがですね、この2試合でいろんなところで見られたなというね、そういうゲームでした。もう一度ちょっとこれご覧いただきましょう。はい、このようになりましたね。はい、
勝ちは島内につきました。勝ちが誰につこうが、MVP が誰だろうかっていうのはあまり気にはならないと思いますけれども、まあ、こういう感じですね。負けが上茶谷ですね。西武栗林、そしてホームランは西川と末金に出てます。これは両方ともいいところで出ましたね。1回と6回です。そして MVP はやはり決勝点を生んだ田中康介のライト前のヒット、8回の裏、この8回の裏に点を取って9回を抑えて勝つっていう、この勝ち方が一番ね気持ちいいんですよね。こういう本当にいい勝ち方をしてカープがファイナルステージに進出という形になりました。はい、まあ、この2試合を見させてもらいまして、やっぱりカープの強さ、そういうものがですね随所に現れたなという気がしましたね。そうガンガン打って勝ったというゲームではなかったんですよね。初戦も延長11回で3対2でサヨナラ勝ちしたという、まあ、1点差ゲーム。そして今日もですね7回まで2対2、それをまあ8回の裏に2点もぎ取ってですね4対2で勝った。やはりこういうロースコアの僅差のゲームっていうのはですね、ちょっとしたプレーがですねゲームの勝ち負けを左右するというね、そういうものをですねこの2試合で見せてもらったなという気がしますね。カープは本当にそつなくこの2試合をこなしたと思います。こういうようなゲーム内容で戦っているカープはですね、これはなかなか手強いぞっていうものをタイガースの方も感じるんじゃないでしょうかね。タイガースの投手陣もこれまた宮崎の方で投げてですねきっちりと仕上がっておりますので、このファイナルステージもですねそんな点の取り合いにはならないと思いますね。大量点では決まらない。やはりこの2試合のようにですねロースコアで1点を争う、そういうようなゲームになる可能性の方が高いんじゃないでしょうかね。そうなるとやはり細かいところで、きっちりとした、プレーができるかどうか、ミスが出ないかどうか、そういうところで勝ち負けが左右していくんだろうと思います。それにしてもですねこの2試合はですねカープの素晴らしさ、そういうものがですね随所に見ることができました。素晴らしいゲームをしたと思います。おめでとうございます。そしてまたファイナルステージで好ゲームを期待しております。以上です。